あ、昨日と一緒ですね、ちょっと。そしてもう一回サイバー、さすがです、さすがです、やっぱりいいですね。しかし小橋かわす、おー、コフィンコーナーで追い込んだ。スティール成功、川村ガッツポーズ、そして今村からバリアップ、セガシャンサイズ、タイムアウトがかかります。ビーホワイト、すごいいいディフェンスだったと思います。ガッツポーズして、これもナイスパスです、ね、このアリュープ、今村からサイズ、チャンス、チャンスやと思います。もうちょっと後に取ってあるんじゃないですかね。うわすごい、クリー、そしてロシタ、ジョシュア・スミス、このゲームを迎えていると思います。ジョシュア・スミス、練習でスリー入ってたんです、今日すごい、すごい、スミス選手ですね。スミス選手、あの体が大きいんでね、スクリーンがよくかかるんで、はい、その後の、まあ、今はポップで、おー、ナイスパス、おー、アビー、もう35歳、本当に息の長いベテランになりました。クーリー3はどうか、2本目、ビーホワイト、富樫戻ってきました。富樫とか、おっと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 、めっちゃ煽ってますね。珍しいですね。富樫出場していて、それ明けということもあって、これからまあ調子を高めてくるんだと思いますが、このビューフォード、北陸の横綱、ジョシュア・スミス関の素晴らしいダンクでした。そして、ビーフォードやり返す、B ホワイトメンバー交代ありました。比江島戻ってきて、今比江島と今村のマッチアップ、今村打ってくる、うわー素晴らしい、ショットブロックギリギリ、ちょっとやでもちょっとそういう感じ、やっぱチーム的にないですね、ホワイトは。やっぱり確かに、おお、飛ばしたら B ホワイト、長いパスのやり合いになりました。セバスチャンサイズいくか、おお、バックから決めていった、あれダンクコンテストでやればよかった。さあ比江島が早速自分を持ってアタック、エンワンアピールしてますね。ノーファールですね、ノーファール。さあこのワンポゼッションがいつまで続くか、富樫、素晴らしい、もう一本、サイズ選手もこれで23得点、また打つ、おお、ナイスブロック、サイズブロック、そしてサイズいけるか、ふわっと浮かせてサイズ、そしてトップの位置から川村、どうか、きたー、あー、この川村選手のスリーが決まってという展開になりました。これでかいですね。あのお二方ともポイントガードということで、まず現役のテーブス海選手に伺いますが、河村選手とマッチアップするときってどういうことを考えますか。もう二人で抱え上げたんですが、逆に飛ばし、アリューク、エドワーズ、またエドワーズ、そして中、比江島経由してエドワーズ、いいムーブ、飛ばしていただいてる、比江島、フェイク入れて今村、まもなく残り1分、ビフォード狙っていましたが、河村がとどめを刺した、でしたらもうクイックヒッターで、ここはスリーポイント欲しい、富樫きた、さすが、1回ファウルしないとファウルゲームになる、最初ちょっとね、トラップ行って、